はい、おはようございます。これ、あ、メガネ落ちた。見て。ほら、メガネ。早速メガネ落としましたよ。はい、おはようございます。トレーラージャパンの、宮田です。どうも。で、今日はですね、トレーラーの箱の連結、脱着についてね、ちょっと動画を撮っていきたいなと思うんですけども、まずは切り離しを、動画をつなげるのと、切り離しと、2本に、分けて、解説していきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、早速ね、脱着、それでは行ってみよう。外へ出します。こういう風に、ね、外へ出しましたらこれグラグラの状態です。でこのグラグラの状態をここね、ここ見えますかね、ボルトがあるの分かりますかね。これでね、この奥とか手前とかね、まあ こちらに書いてますけどもね、あの低速中立高速とね、まあ回すの高速で足出したりとか低速中速ってね、まあ空車の時、荷物乗ってる時によって用途は使い分けますが、これただいま空車なんですね。空車なんで、まあ、これで一番奥ガンと当ててもらって、これで通常は回します。これが一番足が降りるのが早いです。はい、で早速回していきます。この回す方向なんですけども、トラックの後ろに回します。覚え方としては、出発するときは前に回します。出発するときは前に回します。足を上げるんで、で車庫に直すときは後ろにということで、後ろに回します。後ろに回すとこうやって足が出てきます。こんな感じで慣れてきたらこうやって早くこうやって回すんですけど、でちょっと近づいてもらって、で回し方としては、こういう回し方ね、免許取って話の方もしくはトレーラー乗ってながらこういう回し方をね、やってる方もおられるんですけども、回し方としては指2本で僕はやっています。指2本でここをこうします。こうです、こうです。これが速いです。力はいりません。女の子でもできますんで。で、この時注意しないといけないのが、こうやった時に顔を前に持っていってしまうと、これで顎を強打します。ね、振り返りがやったら目を損傷する。ね、怪我をしてしまいます。なので、顔は必ず離しましょう。で、手を伸ばした状態でこういう感じです。で、こう回すんですけども、この足の膝のクッションを使います。こんな感じです。すごく楽です。楽に回せます。慣れてきたらこうやって、はい、こちらね、こうやってくる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 って回していきます。で後ろに回すとさっき言った通りにこうやって足が出てきます。で、これを前に回します、ね、出発するときは前に回す。足を上げないとダメなんで、前に回すと足が上に上がっていってこう収納されていきます、ね、収納ガール上まで行きます。上まで行ったら勝手に止まります。ガンとこれ以上も回りません。回らないで、こうなった時にこれを手前に引っ張ります。手前に
手前に引っ張ったらグラグラの状態になります。そしてサイドバンパーの中を通します。通してからここのところに引っ掛けるんですけど、奥に持っていきます。奥に持っていってここに引っ掛けて手前に引っ張ります。これでロックです。これが走る状態です。足が上がってる状態でね。で出すときもう一回やります。で出すときは奥に押して手前からこう持ってきて、サイドバンパーの外に出して、このグラグラの状態を奥に押します。で奥に押して一番奥の状態ね、回します。で足を今から出していきます。で足を出すときは皆さんどっちか覚えてますか？多分大体の人は覚えてると思う。そうです。で後ろに回すって言いますよね。足を出すときは後ろに回しますね。こうやって慣れてきたらこうやってね、足でこうプッシュを使ってもいいし、こうやってこんな感じで、こんな感じで、地面につくまでとりあえず回します。ここで今地面つきましたよね、バリバリと。で地面ついてもうちょっと巻きます。1、2と。でこの時にプシューっていう音がします。そしたら、こちらカプラーね、カプラーとこのシャーシの間をプシューっていうエアで持ち上がるんですよ、っていうことはどういうことかというと、足で止まってるだけですね。でこの状態でまた足を戻しますね。こうですね、足出てますね。まず一番初めに足を出すっていうことを覚えてください、ね、トレーラーを切り離すときはまずは足を出す、これまず順番を覚えてください。で足を、出したら次は踊り場に上がります。はい、こちらです。ここに上がります。でこちらで、ね、踊り場、別に踊るわけじゃないです、踊るわけじゃないけど、この踊り場に上がります。そして、ホースを切っていきます。で切っていくんですけど、切るには順番があります。ちょっとカメラマンさん上に上がってもらえますか。はい、そしたらね、エアホースの方をね外していきたいと思います。足を出し終わったら踊り場に上がってもらって、助手席側から運転席側に切っていくって覚えた方が分かりやすいでしょう。そして、赤い方から外していきます。外す順番を覚えてくださいね。はい、まずは赤を外します。これね、下からこう握ってもらって上に上げます。そしたらプシュっていう音がするんで、ちょっとカメラマンさんびっくりしないでくださいね。はい、ちょっとプシュっていう音が出ます。上に上げます。持ち上げます。これで外れます。こういう状態ですね。はい、ここからね、エアがこう出て、ここに穴の中にね、エアが入って向こうに行ってるっていうのね。はい、でこれ外します。で外し終わったやつは、こうやってね、雨水が入らないようにこうやって蓋をして、こちらにソケットがあるんでね、ここにこう上から刺します。上からこう、簡単です。抜くときはこうやって取れるんで、こうやって片付けていきます。片付けていきます。はい、次行きましょう。で、次ね、この辺配線いろいろあるんですけども、まあエアーから外していきましょう。赤と黄色とね、赤を外したら次黄色外しましょう。やり方は一緒です。上に持ち上げます。シュッ。で、また蓋を閉めます、ね、でこちらもね、シャーシ側もね、切り離す際はね、雨水が入らないようにね、こうやって蓋をやっておくと良いでしょう。そしてこちらもこっちに閉まっていきます。これも同じようにここに片付けます。はい、そしてこちら、このエアーの赤を外して黄色を外します。それ終わったら、これもこれもこれもいろいろありますけども、ここに関しては、取る順番っていうのは特にないです。大丈夫です。このエアーの取る順番だけ、まずは赤を外します。はい、これ強制ブレーキなんですね。この赤を外すことによって箱に強制的にブレーキがかかります。安全のために、ね、まず絶対赤を外しましょう。はい、で黄色はね、あの赤を外した後に外してくれたら大丈夫です。黄色はヘッド側から作られたエアーが、こちらのサービスコントロールに入って、フットブレーキとかのエアーを箱に送ってるわけなんで、はい、まず安全のために赤を外しましょう。そして黄色を外します。はい、続いていきます。途中の方は、これ引っ張ったら抜けます。蓋で止まってるだけなんで、これ上を持ち上げて、要はこのチョボ、このチョボでここが引っかかってるだけなんですよ。これを引っ張ったら抜けます。外して、これ
それで引っ掛けた引っ張ったら抜けないっていう簡単な構造になっています。でこいつを上に上げて抜きます。でこれは、7つ穴があります。 1,2,3,4,5,6,7 とこれは7芯7極と言われています。これは主に、マーカーの連装関係ですね、箱の、ね、後ろに電気がついたりとかね、上のこの遮光灯って言いますね。これね遮光灯っていうね、下にもあるね、これトレーラーにしかないんですけど、肩にもね、光がついてると、こういった電気を送るのはこの配線です。はい、でこの配線につながっているのがこちら。でこちらを外していきます。これはカメラの配線になります。トラックと違ってトレーラーっていうのは箱とヘッドが別々なんで、これで、ヘッドからの電気で、リアの映像を映すのにここから電気を送っています。なのでこれの外し方、はい、これを回すだけです。左に回していきます。左に回していきます、ね、左に回していきます。そしたらカメラが抜けます。中はこんな感じになっています。はい、で最後にこのこいつなんですけど、こいつもまた上にね上げたらこう引っかかってるだけだと思うんでしょう。でもね、この下をよく見てもらったら、これ金具がついてるんですよね。こいつが結構硬いんですね。ここに噛んでるんで。で、これを外すのに、ピストルの形です。人差し指で鉄砲ガンを引くみたいな感じでやると取りやすいでしょう。こういきます。こういきますよね。で、人差し指で手前にこいつを引きます。そうするとここが外れるんで。こう。そしたら、これ上に上げてもらって。上げてもらって手前に引っ張ると抜けます。はい、でこれが、ABS の配線になります。電気を送ってます。 ABS、はい、で ABS だけではなくて、ほとんどの会社のシャーシは、まあ、リフトアクスルといってトレーラーの箱がありますよね。シャーシがのタイヤですね。シャーシのタイヤが前空中に浮いてるの皆さん見たことありますよね。あれもこのリフトアクスルの電源もこちらから取っています。はい、でまあつなげるときはまたねここにこう刺してもうて、まあ刺します、離します。これでとりあえずはロックは鳴ってるんです。鳴ってるけどグラグラです。すぐ抜けます。走ってたらすぐ抜けます。なので刺しましたね、まっすぐ刺しました、止めます。そしたら必ずこれは今度親指で押すとやりやすいでしょう。親指で奥にね、ちょっと硬いんですよ。親指でこうグッとここまで行ってください。これでロックです。これで外れません。ここまでやってください。はい、ということで外していきます、ね、上に上げます。人差し指で鉄砲を握ります。こういう感じです。でこれを収納していくんですけども、こちらまず ABS、 やり方は一緒です。やり方は一緒です。蓋を開けます。で刺します。そしてこれを親指で押してロックです。はい、で7芯これも縛っていきます。でこれは、ここ引っかかりがあるんですけども、ここの大きいくぼみね、こちらにこう形を合わせまた入りますん で、 でこれを押すとね、ぴょこぴょこカエルみたいにこうバウンドするんですよ。そのままやったら抜けちゃうんで、押して回したらここに引っかかって抜けないっていう構造になっております。で抜く時も一回奥に押してもらって、このでかいところにぐるっとこう回してもらって、ここからこう抜く感じになります。はい、はい、でこれはこれで良いでしょう。そして、カメラのこの配線は、7芯と言われているこのケーブルについていることがほとんどです。会社によってそれはねちょっと左右はありますけども、でこれ止め方このまましておくと、ここにエンジンが見えますよね。ここにこうバッと巻きついてしまいます。これ非常に危ないですね。なので、このチェーンを使って蓋をしましょう。こちらにこう下からくぐらして、下からくぐらして、この蓋を止めます。これね、こうね、これで、これであと右にこうくる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 っと回していきます。そしたらここにピッと、こういう風に片付けていきましょう。そしたらこう見てもらったら、配線がこうね綺麗に片付いています。そしてカメラのこの蓋もね、長時間止める場合とか雨の日とかはなるべくこうくるくると回して雨水が入らないように、してあげると良いでしょう。はい、それでは、次に移りたいと思います。足を出しました。エアホースを全部切ったのを確認しました。収納しました。そしたら最後に運転席側に降ります。はい、そしたらね、足を切ってコードを全部切りました。そしたら運転席側に降ります。
で最後は運転席に降りると良いでしょう、手順としては、はい。最後にやっていきたいんですけど、ちょっとねお天気が良くてちょっと私も暑いんでちょっとねこれ脱いでいきたいと思います。ね、宮田もちょっとね暑いんですよ今日ね。ほんで日焼け止めでちょっと脱ぐの忘れたんですね。よっしゃ、暑いからちょっと脱がさせていただきます。はい、トレーラージャパンですからね。よし、はい、それでは、次行ってみたいと思います。次一番大事なところですね、タプラーと、ね、キングピン、このお皿がタプラーで、先に見えてるボルト、ね、あれがね今こっちにひっついてるの分かりますかね。ちっちゃいボルトがピタッと、でこいつを手前に引っ張ることによってあのボルトがピョンと飛び出ます、ガチャンと言います。それで、箱とヘッドを切り離す、ね、脱着の、まあ、一つの目印として見てもらったらいいと思います。で、これでガッと手前に引くんですけど、これねこうやったら上に上がるんですよ。下と上とあるんですよね。これねこうやって抜けへんなって、あれなんか抜けへんやんってなるじゃないですか。まあボルボとか日野によっても違うんですけど、これは日野なんですね。でまあこんなんなんですけど、これちょっと上に上げてもらって、ね、このまま片手で引っ張るよりは両手で握ってもらいます。両手で握って体重をかけてこうです。ちょっと僕映してもらっていいですか。握ってこうじゃなくて握って体重でこう引きます。荷物乗ってて重たい20トンとか乗せるときはサイドバンパーとかにこうやってかけてこうやって持ってやるといいです。で早速外していきたいと思います。はい、それでは、今言った手順でやっていきます。まずは両手で握ります。上に上げます。でこの状態で手前に僕引きますんで、あのボルトを移しといてもらえたらありがたいと思います。はい、それでは引きます。今引きましたよね。そしたら前のボルト飛び出たのが分かると思うんですけど、これで、解除です。外れてます。でこれで、ヘッドを前に出すと箱とヘッドが脱着できるということになります。はい、ここはよく見ておいてくださいね。大事なところなんでね。はい、でこれで、切り離しの準備が全て整いました。はい、それでは実際に切り離していきたいと思いますので、それでは僕は運転席に乗ります。はい、それでは実際にね、前にトラックを少し出します。はい、こちらちょっと映してもらって、今あのガチャンっていう音聞こえましたかね。はい、ガチャンってね外れた状態で少しだけ前に出ます。少しだけ前に出たガチャンっていう音が鳴ったと思います。あの音をよく聞いておいてください。それ大事ですね。あの音ガチャンって鳴ったら一旦止まります。止まって何をするかというと、こちらのこういったエアサスっていうのがあるんですけども、こちらで押しまった緑のランプがついて、これが電源です。電源入ってこれでエアサスが下がったり上がったりします。でこれを下げると下ボタンを押すとあれが下がっていきますので、タプラーとヘッドの間とこのリモコンが映ってもらえば、これちょっと下げますよ。下がってるの分かりますかね、ヘッドの後輪が。ほらタプラーと箱の隙間ができてきますよ。これほらほらほら、これ隙間がね、脱着完了ですね。これだと前に出ます。はい、エアサスは下げたままですが、エアサスは下げたままで出ますよ。そして前に出ます。ゆっくり前に出ます。で、こちらであの注意しないといけないのは、外れました。外れて皆さんここでエアサスをスッと戻す人がいてます。戻すとどうなるかといえば、こちらが上に上がります。するとここが当たります、ね、よく皆さんこう傷ついてる人とかねいてますけどね、完全にナンバープレートの後ろがね完全にヘッドを抜き切ってください。それからエアサスを上げるようにしてください。に戻します。そして日野の自動車に関してはこちらにボタンがあります。こちら頭の上にね
エア札が元の位置に戻るんで、ちょっと映しておいてもらっていいですか。はい、それではエア札を戻します。はい、こういった感じですね。はい、これでね、脱着の方はこれで完了となります。こういった形になりますね。はい、これで見事に、ヘッドと箱が、分離されている状態です。で、今のね、注意点をよく守っていただいて、これからね、教習所で免許取る方、これからトレーラーに乗ろうって思ってる方はですね、この動画をね、何回も、見直していただいて、自分が理解して納得いくまでね、見ていただいて、それから、トレーラーで教習所で学べないことを、僕がね、こうやって解説できることがあればいいかなと思って今回の動画を撮ることになりました。はい、なのでね、実際の教習場ではね、この切り離しっていうのをやっていません。はい、教習所行った人にしかわからないんですけどもね、トレーラーの教習場ではこの箱を切ったりとか繋いだりとかする教習はやってないんで、それは、職場に行って職場の先輩が誰かに教えてくださいねで終わることになります。なので実際こういうねとこを見せてもらえるとこってないと思うんですよね。はい、なのでね、この動画を見て、切り離しを皆さん頑張っていただきたいと思います。くれぐれもね、箱は落とさないようにしてくださいね。大事な大事なね、道具です。商売道具ですね。箱がないと荷物を運べません。なんでね、商売道具を落としちゃダメですよね。はい、なんでね、箱を落とさないように皆さん以上のね、注意点をしっかり守って気をつけてください。はい、最後におさらいです。箱を切るときは、助手席側からっていう風に覚えてください。はい、ということでね、切り離しが完了いたしました。以上ですね。助手席側から切るようにしましょう。まずは足を出す。足を出したら次に踊り場から乗ってコードを切る。で、一番最後に運転席側に置いてキングピン、カプラを外す。この手順を、守るようにしてください。で、次回はですね、これの逆をやっていきます。箱をつなげるっていうのをやっていきますんで、はい、今の手順と全く逆になってしまうんで、はい、で、つなぐときと切り離すとき少しだけ違うところがあるんで、その辺も踏まえてね、次回の動画をお楽しみにということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。トレーラージャパンの宮田でした。バイバイ。